はいどうも、クリアラゲートチャンネルです。本日もよろしくお願いします。お願いします。はい、小平さん、はい、質問があるんですけど、はい、これまあドフィニーと、はい、ドフィの試合バットじゃないですか。ああ、ドフィニー対ラミド、はい、そうです。で、なんかあれとあるサイトを見たんですけど、はい、記事を、はい、しっかりしたスリーバレゼル記事を見たんですけど、 12.6 キロ。そうなんですよね。あれびっくりしましたよね。リカバリしたっていうのが載ってて、はい、ちょっとあまりボクシングで効かないリカバリの数字だなと思ったんですけどですよね。それって可能なんですか？あり得るんですか？あ、でも、まあ、相当無理すれば、あり得る数字なのかなとも思って。でも、クラーさんってどれくらい戻るんですか？僕で6キロぐらいです。あ、でも戻るんですか？そうですね。1日でだいたい6キロは戻りますね。はい、あ。まあ、1日って言っても、ボクサーの場合って計量が前日の1時とか2時ぐらいにあるんで、そっからだと30時間ぐらいあるんですよね、試合までって。だその30時間で、6キロ戻る感じですね。はあ、でもその、よく倍ですよ。倍以上ですよ。そうっすね。ほんと倍以上っすね。そうですよ。はい、あ。だ僕からしても考えられないような数字ですね。あ、栗原さんのから見ても、えって数字なんだ。はい、あ。一応説明はつくけれども、でも、いけるんだ、それ、みたいな。ちょっとそこについてちょっと説明というか、はい、聞いていきたいんで、今日は。はい。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、僕もそうなんですよね。その、6キロ戻すっつっても、内訳って、結局、水抜きの分があるんで、前日から僕、前回だと 3.5 キロ。で、多い時で4キロぐらい抜くんですけど、だから4キロは水分で戻ってるわけで、抜いた分。うんうん。うん、はい。で、他2キロは、その食事を取った時の胃に入ったものであったりとか、うん、あとは糖質がまた体の中に蓄えられるグリコゲンっていうもので貯蔵されるんで、そういう部分であったりとかで、プラス2キロ増えてくるっていう計算なんで、はい。まあ、まず落とした分の補給と、プラスそれからの食事のリカバリの部分っていうところで6キロなんですよね。ドフェに 12.6 キロじゃないですか。今の話でいくと、前日に10キロぐらい水抜いてるってことですか？僕ちょっと計算してみたんですよね。はい、お願いします。はい。で、さっき言った、まず、知っとかなきゃいけないのって、グリコーゲンっていうもの。グリコーゲン、はい。はい。で、それって糖質を体の中で蓄えられる形なんですよね。はい。で、これって大体、身長体重とかによっても変わるんですけど、筋肉量とかによっても。肝臓と筋肉に蓄えられるんで、やっぱ筋肉量が多い人の方が、たくさん蓄えられるっていうことになるじゃないですか。で、大体まあ、ざっくり言うと500グラムぐらい、蓄えられるんですけど、それに、また水分がくっついてくるんですよね。うん、で、それに3グラムくっつくんですけど、だからかける3、500にしてみると 1.5 キロそれで水分増えるわけじゃないですか。おー、わかりやすい。なるほど。はい。で、まあ、500グラムのグリコーゲンもついてくるんで、これで2キロっすよね、まず。うん。うん。なんで、逆に言うと、計量前の状態を、もうほんとカラッカラな状態にしてる。うん。うん。カラッカラな状態にしてるってことは、その2キロがない状態っす。はい。はい。で、グリコーゲンローディングって言われる、それを上限値を上げるっていう方法があるんですよね。はい。その方法が、うまくできるんだったら、2倍ぐらいこれ、貯蔵量上がるんですよ。あ、2倍貯蔵量あるって結構ですね。結構ですね。結構かなりですね。そうっすよね。ってなると、まあ、ざっくりの計算っすけど、さっきの2キロであれば、4キロ増えるっていう話になってくるわけじゃないですか。だから、相当、よほど、なんだろうな、そのリカバリーに対して、ドヘニーがうまかったのか、っていう前提がありきですけど、はい、まずそれで、まあ、4キロ増える。で、まあ、あとはその胃腸内容物、食べたもの、っていうのが、やっぱ胃腸に残留しますよね。はい。計量前ってなるべくそこをない状態で測ってるはずなんで。はい。はい。まあそこでざっくり1、2キロぐらい増えたとしましょう。で、それでまあ5、6キロっすよね。はい。だからあとは水抜きで減らしてるっていう計算で、僕は計算したんですけど、ってなると水抜き6、7キロしてないと帳尻合わないですよ。ああ、そういうこと。でも計算的にはそういうことですよね。そういうことですよね。はい。で、まあ、かなり危険だけど不可能ではない数値なのかなっていう。はい。かなり危険ですよ、ね。かなり危険です。水抜きの量6、7キロって言うと僕、ほぼほぼ同じバンタム級でやってて、その 3.5 キロとか4キロで僕しんどいって言ってるぐらいなんで、結構、だから昔にジェイミー・マクドネルっていう井上尚弥選手と戦った選手いるじゃないですか。はい。
あれって相当水抜き、相当な量落として、軽量の時に通っただけでわーみたいな、勝ったぐらいの感じで喜んでた選手いたんですけど、はい、あのぐらいもうなんか担がれて持ってこられて、通ったらもう相当嬉しいぐらいの感じだと思うんですけど、でもドヘニーの軽量ってそんな感じなんか一切ないですよね。あの、遡ってみると。そうですよね。なんかさらっと、はい。そんな感じしなかったですよね。はい、あ。まあ、日本人だからっていう感じ分かりやすいのかもしれないですけど、水抜き結構しんどい時って目くぼむんですよ、すげえ。もうなんか、もう分かりますよね。そうなんですよ。ボコって。はい、僕も、はい、あの、一回水抜きすげえしんどい時があって、その時 4.5 キロだったんですけど、はい。その時すごいメイクボンで別人みたいな顔になってたんですけど、ドヘニーなんか写真見ててもそんな変わんないですね。あ、しかも別に絞れてる体でもありますもんね。そうですね。そこがまあちょっと思うのが、はい、その試合前日経由で会うじゃないですか、はい、お互い見て、ああこんなもんかってなるじゃないですか、はい、で次の日会うじゃないですか、はい、12キロ大きくなってるわけじゃないですか相手そうっすよね。相当びっくりしそうっすよね。お前かよみたいな、なんか。で、しかもラミとかそんなに増やさないタイプっぽくて。うんうん。そうなんですよね。で、サイト、その、一つサイトに載っているのが、その、戻し幅載ってるんですけど、はい。そこのサイトによると 3.7 キロラミと選手は増やしてる。うん、まあ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 。はい、あ。まあまあまあって、まあそういう、うん、まあ普通だよねって感じですね。まあ普通だよねっていう感じですよね。そうそうそう。なんならちょっと少ないかなぐらいの最近のその水抜き主流になってきてる感じからすると。うん、で、そうなってくると、ドヘニー選手との差って 9.3 キロあるんですよね。すごい、すごいですね。相当っすよね。まあ前回の僕動画で話しましたけど、ちょうどその質量と速度の話。はい。っていうところでパンチ力がとか、そういう話もしたんですけど、はい、だ質量がそんだけ変わってるって話ですよね。うんうんうん、うん、うん。まあ、ただ一つ、まあ、だから強いのかっていう話になってくると、また別の話になってくると思ってて。うん、ここ多分ね、皆さん結構勘違いしやすいと思うんですけど、詳しく、うん、話してほしいですね、ここね。はい。12.6 キロ戻ったから、相当体重が上だから、じゃあそりゃ勝って当たり前でしょって思うと思うんですけど、でも意外とそうじゃなくて、ただただその、ドヘニー選手は多分相当リカバリーが上手な選手だと思うんですよね。動き自体も、すごく切れてたし、スピードも残ってたんですけど、はい、さっきの質量速度の話で、質量がたとえ上がったとしても、普段よりも速度が落ちるんであればパフォーマンスって落ちるわけで。そういうことですよね。はい。パンチ力も落ちてるわけじゃないですか。はい。で、速度落ちるなんて言ったらボクシングからしたらかなり痛い話なんで。はい。なんなら質量よりも速度の方が重視されるべき点でもあると思うんですよね。はい。はい、あ。まあその動作スピードとかそういうところにも影響がありますし。はい。だから、だからといって、これが正解じゃないというか、うん。うん。ドヘニー選手はこれができたけども、でもこれをできるっていう人って本当に少ないと思ってて。うん。うん。これが流行らなければいいなとも思います。そうですね。はい。そうですね。また軽量失格とか出てくるとも思うんで。はい。はい。まあ、落とし幅、どれが一番動きやすいのか、戻し幅か。戻し幅どのぐらいが動きやすいのかっていうのも人それぞれだと思いますし、どんな戻し方してるのかにもよると思いますし、やっぱ本当それぞれな話になってくるんで、ドヘニー選手はこの戻し幅でも動けるようなリカバリー方法だったのかもしれないですし、長丁場だったらどうなってたのかもわかんないですし、結果って本当、あそこだけしか見てないから、この 12.6 キロっていう数字が、12.6 キロだから勝てたぐらいの話にされちゃうと、またちょっと違うとも思うんで、うん、そこはちょっと言いたいところですよね。まあ、本当、なんだろう、真似しないようにということです。そうですね。はい。ドヘニー選手はドヘニー選手。はい。自分は自分ってことですよね。そうですね。まあ、はい、本当に、まあ、真似しようと思う選手もあの数字見るといないかもしれないですけど。まあ、本当に、戻したから強いって話ではないということですね。はい。うん。ただやっぱり話聞いてると、やっぱ水抜きってやっぱ便利、便利とかやっぱやった方がいいですかね。まあ、そうですね。水抜き自体は、やっぱ競技性有利に働いてくるものではあるんで、今現状のこのルールであれば。うん。うん。うん。まあ、やっぱそれを、まあ、例えば卑怯というのであれば、これがルール自体が変わるべきですし、
そうですね。この現状のルールであれば OK な話になっちゃってるんで。うん、はい。まあ本当 IBF っていう団体、世界団体のように、当日計量も入れて、戻し幅 8% ですよとか、はい、そういった話にしていくとかすればまたリカバリー制限もかかるし、多分そうすると、ドヘニー選手は通らないはずなんですよね。はい、あ。またその当日朝にまた水抜きして計量行くのかっていう話になってきました。ああ、なるほど。はい、はあ。まただからその階級選びが変わってくるとも思うし、またそうなると結果別ですよね。そうですね。うん。結果別になる可能性があるっていうことなんで、まあちょっと結構不思議がある 12.6 キロってそんな可能なのかっていう思いがある方もいらっしゃると思うんで、はい。まあ、この動画見て、なんか、あ、確かにとか思っていただけたら嬉しいですし。はい、そうですね。まあ、なんか逆になんか、いや、こうだよっていうことはあったら教えてもらいたいですし。うん。そうですね。うん。特に、このチャンネル結構水抜きとか。そうですね。その女子棒のやり方、計算とか。はい。結構、うち動画出してるじゃないですか。はい。もしこれを見て気になったって方は前の動画見ていただいてね。あ、そうですね。もういいし、この、はい、動画にコメントいただいてもいいんでね、ぜひね。そうですね。ぜひぜひコメント待ってます。はい。はい。では動画ご視聴いただきありがとうございました。あ、すいません。はい。すいません。どうしました？はい。後ろに置いてある T シャツの件は触れないんですか？あ、触れないっす。はい。前回の試合に、サポートしていただいたスポンサーの皆さんですね。はい。はい。の T シャツを、作成しましたんで、ちょっと今年、はい、今年来年と、この T シャツを着てきますんで、はい。はい、ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。はい。お願いします。はい。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。